いつものように今日は老子第一部20章ですね、はいはい、ちょっと長いんですけども、老子を学びですね、はい、欲自我を洗い流していけると、はい、ちょっと楽になるのかもしれないんですけども、はい、今日の老子さんはねちょっと様子がおかしいです。様子がおかしい、はい、第20章、はいはい、拝読させていただきます、はい、トルストイ監修の老子道徳経から、うん、学びを立てば憂いはない、うん、素直と曖昧との間には大きな違いはあろうか、善と悪との間には大きな違いはあろうか、人々が恐れていることを恐れなければならない、おう、すさんでいる、中間まで未だ遠い、多くの人々は生贄の肉をもらうかのように春時の高台に登るかのように横柄に構える、おう、なんと私は純朴、私には定かなものが何もない、未だ幼年にも至らない赤子のように、私はまるで足早に歩む、しかしいつどこに止まるかを知らない、多くの人々は豊かだ、しかしさながらすべてを失ったかのように私は無一文だ、私は愚人の魂のように純朴だ、しかし世間の人々は輝いている、私一人が暗い、しかし世間の人々は世事に明るい、私一人が魂を病んでいる、海のように波立つ、さまよい歩き、どこに止まるか知らない、多くの人々はできることを行っている、だが私一人が愚かで野暮である、私一人が他の人々と違い母に育まれるのが好きだ、愚痴なんですよ、はいはい、でこれをいつものようにこちらバカボンのパパと読む老子、うん、でこちらのドリアン助川さんの役から、うんうん、学ぶことをやめれば憂いもなくなる、うん、はいとああの返事にどれほどの違いがあるのか、善と悪とでそれもどれほど違うのか、他人が恐れることは自分も恐れないわけにはいかないというが、なんと他をの真理から遠いことだろう、うん、間には広大な隔たりがある、人々は皆喜び顔で宴席の生贄のご馳走を囲むかのようだ、春に高台に登って景色を楽しむかのようだ、ただ私だけが寂しげで何の心の片鱗も見せず笑いもしない赤ん坊のようだ、漂うばかりでどこにも帰属していないかのようだ、誰にでも財貨があるのにただ私だけが貧しいかのようだ、私は愚か者の心なのだ、鈍いのだ、世の人々はキラキラと輝いている、ただ私だけが暗い、人々は活発で頭が回るのに私だけが一人悶々としている、その心は海のように絶え間なく波が揺れている、強い風が吹いて止まることがないようだ、人々は皆何かいいところがあるのに私一人が頑固で田舎の人のようだ、ただ私は人々と違うところがある、それは母なる他をに養われていること、それを尊いとすることである。これね、はい、いつも私が思う、うん、でツイッターにあげる、うん、隊長に愚痴をこぼす、はい、他をが清らかなのは分かると、うん、おっしゃる通りだと、うんうんうん、ただ他を先にやると損なんですよ、うんうん、まあ、こういう気持ちになるって話じゃないですか。そうなんですよ、はい、周りがみんなねキラキラしてるんですよ、うんうんうん、欲を捨てろだからなんか貧しくなったような気がするみたいな、はい、はい、そうなんですよ、うん、っていう、なんて言うんでしょう、これは、うん、ちょっとバカボンの、うん、バカボンパパの役を読みますが、はい、まあ、似てるというか、うん、勉強するから悩むのだ、うん、勉強して学ぶ、はいという返事とああっていう返事にそんなに違いはないのだ、善とされることも悪とされることもそんなに違いはないのだ、みんなが怖がってやらないことは自分も怖がってやらないのだとみんなは言うけれど、そんなのは他をの真理から宇宙ほども外れた考えなのだ、みんなはウキウキ愉快に見えてまるで宴会でうなぎ犬のかば焼きでも食べて騒いでいるかのようだ、春に高いところに登ってヤッホーと言いながら景色を楽しんでいるようだ、それなのにわしだけがポツンとしていて、さあこれから何を始めるのだ、
といった雰囲気もなしで、まるで笑わないはじめちゃんみたいになっている。ブラブラしていて、ママが帰っておいでと言ってくれる家すらないみたいだ。みんなはいろいろなものを持っていて余裕があるのに、ただわしだけが貧乏をしているみたいだ。わしはバカボンのパパというより、そのバカそのものの心なのだ。わしはどんくさいのだ。世間のみんなはキラキラと輝いているのに、ただわしだけがじとーっと暗いのだ。みんなは生き生きしていて、あれこれ喋ったりするのに、わしだけが一人でモヤモヤしているのだ。ああ、わしの心は、海は広いな大きいな、どうしてこんなに揺れているなのだ。風もビュンビュン吹いて止まらないのだ。みんなにはどこか長所というものがあるのに、わし一人だけが頑固者で田舎の人みたいなのだ。でもわしにはみんなと違うものがあるのだ。それは大自然のおふくろさんであるタオに養ってもらっていることなのだ。そしてそれを大事にしていることなのだ。これでいいのだ。って言うとバカボンが泣くんですよ、うん、パパなんだかこのショーは泣けてくるねって、うん、なんかね老子がね、うん、なんかこれ20章、はい、81章ある中の20章なんですけど、うんうん、なんかずっと今まで、うん、あの上善水のごとしだよとか、うん、善と悪っていう言葉があるからとか言ってきて、うんうん、タオタオって言ってきてるのに、うん、ここで20章でね、あれって、うん、みんながキラキラしていて、うん、僕だけがタオに養われてるっていうけど、うん、どうですか。まあでもそれに近いんじゃないかなとは思いますけどね。これに近いというのは老子が人々にタオを欲望なんか捨ててって言うわけじゃないですか、はい、重要なのはタオなんだ、はい、っていうとある人がそうやって言うんですよ。貧しい、そんなこと言ってるけど貧しく思えるとかで僕はバカ、そんなことやってると僕はバカに感じるみたいなことを言ったから、でもあなたたちにはタオがあるんだよって締めてんじゃないですかそう感じるかもしれないけど、あなたたちにはタオがあるみたいなことが言いたいんじゃないですかねなんかね、欲ってエンジンじゃないですか。はい、エネルギーですよね、うんうん、で、うん、僕あのマーフィーの本も読むじゃないですか、はい、マーフィーにはこういう書いて、こんな風に書いてあるんですけど、うん、あの老人のザレ言だと、老子、老子のこと、老子とは言ってないですそういう、はい、こういうようなことを言う向きもあるがと、うん、それは失敗した老人のたわごとだと、うん、私たちは潜在意識を使って、うん引き寄せましょうみたいな、うんうんうん、マーフィーの法則には書いてある、うんうん、もう一番初めの方に、うん、で村上龍は言うんですよ、はい、そんな、うん、しょぼくれた老人の話より、はい、とんがったおっぱいの女の子から、うん、頑張ってねって言われた方が、うん、エネルギーが湧くだろうって、うん、うーんってでもまあ要はこうでもそうやって思うから、はい、そうやって言われない時にあなたしょぼくれてんでしょってなるわけじゃないですか。女の子にモテないって言ってしょぼくれてるんでしょってはいはいはい、はい、そんなこと考えるからだよって老子は言うわけじゃないですか。なんかあの、はい、長野の事件もあるじゃないですか、はい、31歳、はいはい、あれも多分絶対こじらせですよね。僕あのニュースを見た瞬間に思ったんですよ、はい、なんか健全なね、うん、あの遊ぶところがあればさ、うん、まあ、あの人は老子が入ったを学んでれば、うん、ああはならないって話ですよね、ま、なんか、はい、本当にさ、うん、こうあり、まあ、老子的に言うとこうありたいっていう欲望があるから、はい、そうならない時に落ち込むんでしょ、はい、そうやって悩んでるんでしょみたいな。なるほどね。だったら最初からそんなこと思わなければ何も悩みなんかなくなる、あなたは幸せになれるんだよみたいな教えじゃないですか。うん、うん、だからどどっちが正解とかっていうか、どう思われます皆さん引き寄せって言って引き寄せられれば幸せになれる、はい、けど結局引き寄せとか言って引き寄せられてないでしょあなたみたいな話ですよね、老子的には。これちょっと僕の愚痴なんですけど、はい、最近私の YouTube にはですね、うん、あの潜在意識の取説とか、はいはい、その潜在意識の動画がいっぱい上がってくるんですけど、はい、なんかどれも全部、うん、あのAI の声というか、はいはい、なんかこういう人の声じゃなくて、うん、はい、AI に喋らせてる声で、うん、とかなんか昔2チャンネルで好評だった、はい、この人のスレの名言を集めましたみたいなの、うんうん、でなんか潜在意識マスターとかってやってるんですけど、はい、
上げてるやつら、うん、絶対こいつらうまくいってねえよなって。わかんないですよそのうまくいってない潜在意識マスターじゃねえよなって思ってるんですよ。はい。でもこう YouTube 再生されてうまくいってるかもしれない。それが悔しくてねうん、そこはまあなんか潜在意識をマスターしてるからお金が稼げるとはまた別の問題、お金を稼ぐことに主軸を置いてるみたいなところはあるかもしれないですよね。なんかちょっと、うん、この辺はなんか難しいですねとか思いながらご機嫌よう。